ちゃんとね、無事に栗賞がね、振り込まれたので、ちょっとお祝いにシースーでも食いましょうか。朝からね、シースーでも、朝からシースーでも食べましょうか、ね。そう、栗賞が振り込まれた、お祝いにですね、朝からね、ちょっとね、まあ、ちょっと贅沢ですね。朝からシースーなんてちょっと贅沢なんですけど。朝からシースー食べますわ。ね。まあ、君たちはね、指くわえてね、見ててくださいよ。ね。まあ、君たちね、一般市民に朝からシースーなんてなかなか手が出ないと思うけど。これが勝利の味ですよ。完全勝利ですよ。いくらやね、15万9千円ぐらいして、まあ、約16万。まあ全然やってなくてこの金額だからね。まあ10月がバブルすぎたんだけど。いや、少なって言うけど、言っとくけど、俺が、10月ね、顔出して家で、カレー食いたいなーって、ココイチのカレー食いたいなーって言ってるだけで、時給1万超えてたんだよ、栗賞。全然やってないから、その金額なだけで。俺が10月、顔出して、ね、カレーライス、ココイチのカレーライス食べたいなって言ってるだけで、実際カレー食いに行ってもいないのに、カレーすら食ってないのに、俺時給1万超えてたんだよ。栗賞。こんなクソみたいな、生放送で。時給1万。こんなうんこみたいな放送で。医者の給料超えてんじゃないの？時給で換算したら。医者の給料超えてんじゃないの？時給1万って。
やそれが勝利の味か。やっぱスーパーの半額の寿司の味は、生臭い味がした。やっぱ生臭いね、これ。スーパーの半額の寿司、それを家に多分何日かこれ置いてますね。賞味期限こう切れてるやないか、これ。賞味期限切れてるやないか、しかも。19日ってある。まあでも1日ぐらい大丈夫なんだけどね。俺なんか賞味期限がね、3年ぐらい切れたもん食ったことあるよ。よしえさんなんか賞味期限が10年切れたら作ってた。いや、これマジで。冷凍食品なんだけど、冷凍食品で賞味期限3年切れてるやつをよしえさんが出してきて、俺それ知らなかったんですよ。賞味期限切れてんの3年。で、なんか食ったら、でも普通に、食えたんだよね。うん。なんだっけね、唐揚げかなんかだった気がするけど。でも全然やっぱ冷凍だと食えるんだよね。あとあと、なんか唐揚げの、そのなんか、ああ、なんか唐揚げもう一回食いたいなと思って自分で解凍しようと思ったら、解凍っていうか、レンチンしようと思って、なんか唐揚げの、なんかそのパッケージ見たら、あれ、なんかこのパッケージってなんかもう変わってなかったっけなと思って、なんだけども、同じなんか唐揚げのなんかそのパッケージってもう結構前のパッケージだった記憶があるとか思って、賞味期限見たら3年前に切れてた。うん。いや、全然、でも冷凍だったらいけるんですよ。やっぱり。いや、なんか食ってて怖かったけど。うん。ンタッキー、あ、車の中あるわ。ケンタッキー、そうだ、車の中に入れたままだ。お前もヘビとかナマズを食え。七原くんですか、それ。ヘビとかナマズを食ったら、七原くんみたいになれんの、俺は。マジで。ヘビとかナマズを食べれば、てか、ナマズって普通じゃない？ ナマズって普通に食えるんじゃないの？いや、ヘビはちょっとあれだけど、ナマズって普通に食えんじゃないの？ナマズ食えないの？だって土壌とかさ、うなぎと同じジャンルなんじゃない？違うの？ナマズって。ヘビとか、あ、ヘビじゃないわ。ヘビはちょっとおかしいと思うけど、